習志野から日本一、社会人アメリカンフットボールチーム、オービックシーガルズ。前人未到の4連覇を達成し、今年はさらにその先の5連覇へ。そんな彼らに密着するのが、ガルズTV。今シーズンのオービックは15人の新人選手が加入しました。一度に15人が加入したことは過去に例がなく、いずれも即戦力となるメンバーばかりです。そんな中でファンが最も注目している新人選手がいます。ハタ君ですか？パールボール見てていいなと思ったのはやっぱハタ選手でしたかね。 QB のハタ君が入りましたので、こういろんなバリエーションの、クォーターバックオフェンスが展開できるかな。背番号12番、クォーターバック畑拓志郎選手。クォーターバックとはオフェンスの司令塔。相手ディフェンスの動きを見ながらパスを投げるなど攻撃を組み立てていきます。統率力と判断力が必要とされるポジションです。自分は投げて走れるっていうことを振りにしてきたので、そんなロングパスは得意ではないんですけれども、タイミングよくパス決めて、そういう自分で走ってっていう、流れを持って振るようなオフェンスをすることが自分のアピールポイントだと思います。中学からアメリカンフットボールを始めた畑選手、高校大学とクォーターバックを務め、大学4年生の時は年間最優秀選手賞を獲得しました。大学当時、畑選手にとって最も嫌いなチーム、それがオービックシーガルズでした。社会人のチャンピオンと大学のチャンピオンが真の日本一をかけて激突するライスボール。畑選手は関西学院大学のメンバーとして2年連続オービックと対戦、2試合とも逆転負けを喫しました。畑選手のアメフト人生の中で一番悔しかったのが2013年度のライスボールだそうです。特にやっぱり最後の4回生の21対15ですかね、今でも忘れないんですけど、やっぱり最後に逆転負けしたことが一番悔しいですね。ほんまに勝てた試合だったんで、なぜ負けてしまったのだっていうような思いの方が強かったですね。社会人になった畑選手にはアメフト強豪チームから数々の誘いがありました。その中で選んだのは、自身から日本一の座を2度奪ったオービックシーガルズ。なぜオービックシーガルズを選んだのでしょうか？オービック倒したいという考え方は持てるんですけれども、私の中ではその自分がどれだけ通用するかという気持ちの方が強かったので、その考え方はしなかったですね。現在オービックにはクォーターバックの辰村選手、そして日本代表の菅原選手など数多くのライバルがいます。畑選手はあえて厳しい環境に身を置き、自分がどこまでできるか挑戦したいと話します。やっぱり、オービックの QB といえば菅原選手っていう風になっているので、やっぱりそこを変えていきたいっていう思いが一番強いんで、そこをオービックの QB は畑って言われるようなぐらいに活躍して、チームを日本一に引っ張って、そういう存在になることが自分の目標ですね。次世代のエースクォーターバック、背番号12番、畑拓志郎選手。オービックシーガルズ5連覇に欠かせない存在の一人です。今週のオービックシーガルズ、
10月19日日曜日、横浜スタジアムで X リーグ秋季シーズンファーストステージ第5節が行われます。対戦相手はリクシルディアーズ。両チームファーストステージ1位通過をかけて争う大事な一戦です。5連敗に向けて皆様の参戦をお待ちしています。詳細は OBIC シーガルズホームページまで。